皆さんこんにちは、かっちゃんでーす。ピャリピャリということで、今日は久しぶりのパリパリシリーズということで、旬の白菜をたっぷり使ってフライパンに並べて焼くだけ簡単パリパリ白菜を作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。白菜 200g を5ミリ幅程度に細切りします。細切りしたらボウルに入れ、塩小さじ4分の1を揉み込み10分ほど置いておきます。では今10分から20分ほど経って、白菜がしんなりして水分が出てきたら、手で握って水気をしっかりと絞ります。白菜の水気を絞ったら、ボウルにオリーブオイル大さじ1、柚子胡椒小さじ1を入れ混ぜ合わせ、水気を絞った白菜を入れ全体をよく混ぜます。白菜と調味料を合わせたら、フライパンに薄く油をひいて餃子の皮の縁を合わせながら敷き詰めます。一度重ねたら、餃子の皮と餃子の皮の間に餃子の皮を置いてフライパンに敷き詰めながら並べてください。餃子の皮を敷き詰めたら、全体にマヨネーズをかけ白菜を広げのせます。白菜をのせたら、ミックスチーズ 50g を全体に散らします。ミックスチーズを散らしたら、蓋をして中火で5分蒸し焼きします。はい、では5分蒸し焼きして、上のチーズがほんのりとろけて、そこに焼き目がついてスルスルと動くようになったら、アルミホイルの上に生地を取り出します。はい、では取り出したら、魚焼きグリルやトースター、オーブンなどで表面に焼き目がつくまで焼きます。途中で縁が焦げそうになった場合は、周りのアルミホイルをかぶせて焦げないように焼いてください。ではあとは食べやすい大きさにカットして食べてみてください。ではこんな感じで、餃子の皮と白菜でお手軽簡単美味しいパリパリ白菜の完成です。じゃあ今こんな感じにできました。はい、では今回は旬の白菜をたっぷり使ってパリパリ白菜を作ってみました。それでは本日は和歌山みかんサワーで乾杯。乾杯。海感。じゃあ早速いただきましょう。今回は久しぶりのパリパリシリーズということで、まあ、今までも結構こういろんなね野菜を使いながら作ってきたんですけど、旬の白菜をたっぷり使ったパリパリ白菜を作ってみました。じゃあもうこの焼きたてね、熱々のうちにいただきましょう。じゃあいただきます。パリシャキ、めっちゃ美味しい。あらかじめ
白菜を霜見して水分を出すことで、餃子の皮の上に並べてもベタつかず皮がパリッと仕上がり、ほんとフライパンに並べて焼くだけで簡単に美味しく作れます。こう塩もみすることで白菜の食感も増すので、白菜はシャキシャキっとしつつ餃子の皮はパリッと美味しく仕上がります。で、味付けにはオリーブオイルプラス柚子胡椒を合わせることで、まあ、ピザのような感じなのでオリーブオイルのような風味を出しながら柚子胡椒の風味が全体にふわっと広がって美味しく仕上がります。で、白菜を塩もみしてそのまま使っているので、結構白菜自体に塩気があるので、あとは上に乗せたミックスチーズの塩気、マヨネーズの味で美味しく食べられます。餃子の皮を使うことで、ほんとクリスピーピザのような感じに仕上がり、もう餃子の皮をフライパンに並べて焼くだけで簡単に美味しく作れます。で、最後上のチーズに焼き目をつけた方がいいので、グリルやトースターで焼いてるんですけど、ちょっと餃子のね、皮の縁だけ焦げやすいので、アルミホイルなどで覆いながら焦げだけ注意して焼いてみてください。で、具材もほんとこう白菜、野菜だけなんですけど、かなりたっぷり使っているので、ボリュームもあり、これからどんどん白菜旬になってきて、お鍋にね、使ってちょっと余ってるとか、一玉いっぱい買ってお家にある時に、美味しくたっぷり消費できるレシピになってます。なんかほんとこの上の具材だけでご飯のおかずになりそうな感じですね。あと上の具材にしっかり味があるので、この餃子の皮と合わせても美味しく食べられます。うん。はい。ということで今日は白菜をたっぷり使ったパリパリ白菜を作ってみた動画でした。塩もみして食感の際立ったシャキシャキの白菜にパリッパリの餃子の皮、柚子胡椒の風味が美味しいレシピになってます。まあ本当これからね、白菜どんどん旬でたっぷり消費もできますし、餃子の皮を使うことで短時間簡単に美味しく作れるレシピですので、気になる人ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。この動画が美味しそうだなと思った方はグッドボタン、レシピ動画も更新してますのでチャンネル登録もよろしくお願いします。シャバダバイ。パリパリー。今回も何枚でもいけそう。